前田殿も。毎度岩本でございます。今回の動画は2月19日日曜日にタピックスタジアム名古屋で行われました、ファイターズ対イーグルスの試合をお届けしたいと思いますけども、結果、8対4ファイターズの逆転勝ちという逆転勝ち、そしてヒット数もイーグルスが10安打、そしてファイターズが16安打と、でもお互い課題が残る、イーグルスは2エラー2失策ね、ファイターズは3失策ということで、まあこれキャンプの中盤若い選手も起用しているということでね、こういうことも起きるわけですよ。そこでまあファイターズ目線でね解説させていただきたいと思うんですけども、まず先発田中正義2回を投げました。30球結果1失点ね、2イニングで3安打食らってます。でもね三振ゼロなんですよ。まずテクニカルで言うと田中正義もうセットポジション入った時からちょっとこう斜め上向いてるっていうんですか、テレビ画面で言うとセットポジション、右ピッチャーのセットポジションで右斜め上にちょっと重心が向いている、これ僕ねガオラスポーツの解説でこのコメント何度かさせてもらったんですけども、まあこれがね僕は元ピッチャーとして彼の悪い特徴だと思ってます。でもですよ、その彼が足を上げて投球フォームに移った時に全てにおいて余計な間が生まれる、これは僕も見てて経験者としてそれを感じてコメントしたのを覚えてるんですけども、今日プレイボール初球からクイックモーション彼なりにやっぱ何か考えてるんですよね。僕がコメントしたからじゃない、そんなこと言ってるんじゃない、彼自身もマウンド上で前回の実戦登板からあれこういうことなのというのを何か感じたんだろうね、気づいたんだろうね、もしくは担当コーチからバッテリーコーチピッチングコーチからそういうアドバイスを受けたんだと思う。僕はそれを続けるべきだと思う。というのは本当に僕がいくらここでコメントしても動きの少ないところからトップを合わせることだけ、タイミングのトップを合わせることだけ考えて、クイックモーションという動きの少ないところから自分をしっかりと見つめ直す、これはリリースポイントもですよね。それを僕はもう数年前からずっとコメントしてたんですけど、まあ、最近ではね今日本一のピッチャーと言われる山本由伸投手がバファローズのねそういう投球スタイルを披露して、あそういうことかに至ってくれてると思う。これはしょうがない、僕らいくら経験者だからと言いつつやっぱ根拠は実例ですから、僕が経験者だからと言ってそれは根拠になるとは思えないしね、まあ信じてくれてる方もいますけど、でもなんかこう見ててね、今時の流行りと今時の風潮を見たことに対して田中正義ジャスティスがそこに着手して今日光明が見えたということを言いたいんですよ。先発ローテーションで頑張りたい、僕は個人的に爆発的投球短いイニングで田中正義とはっていうのを証明してくれみたいなことを言ってたけども、本人がやりたいところで輝くのが一番だもん。でもほんとあと少し、彼やっぱ怪我が続いたことでピッチングフォームに対するすごくナーバスなとこ持ってるのよ。なのでちょっとあれ痛み張りどっちって分からなかったら何かこうボールを握れない、悪い言い方すると臆病になる自分がいるということを周りの人から聞いてます。でもねもう大学卒業して6年が過ぎて、新しい環境で体は出来上がってますよ。それは痛いじゃなくて筋肉痛であって、それを乗り越えた時には超回復がある、そう思ってくれていいんじゃないかな。臆病になってるとどんどん時間がなくなり、気がつけばそのシーズンが終わり、田中正義今シーズンどうだったかなという嫌なレッテルで振り返られるということもあるんでね、あのセットポジションのクイックモーションとても巧妙になったと思いますよ。一球一球強いんやもん、魅力たっぷりやんか。そして生ため内容結果ここ数年ずっと一緒です。ということは首脳陣には、胸を打つようなアピールには至ってないと思うんですね。僕は個人的にはサイドハンドするべきだと、彼の身のこなしはねじりの身のこなしがめちゃくちゃ強いから、上からドーンじゃなくねじってギューンって投げるようなピッチャー、ベース板を横に広く使う、そういうのを一度目指してみてはどうでしょうか。あかんかったら戻したらいいんちゃうの、そんな感じ思いますね。上原同じくですね、でも一つ今日巧妙が見えたのは三振、上原今日3イニングで三振4個ですよね、9回投げたら12個単純計算でね、三振を取るピッチングから逆算の投球、よく擬音使います。僕はじめドーン、中パパ、最後ギューン、もしくはドーン、それ持ってるポテンシャルピカイチでしょ。結果につながらない、これはねコーディネートの悪さなんですよ。三振を奪いに行く、かわして打たそうじゃない、三振を奪いに行く上原がみたいに、絶対にいい方向に向かうと思う。僕はそう信じてますね。元ピッチャーとしてね。長谷川、1回16球、1三振。着々とこういう結果を出して、どんどんマウンドをいただき、変えてはならない選手になってくださいよ。お願いします。石川直也、今まで散々岩本は厳しいコメント言ってました。
1回23球。今までだったら球数多いとか言ってるかもしれない。でも、三振を取るピッチャーは、球数が多くて当然、石川直也、三振を取ります。今日のフォークボール、抜群だったね。抜群のとこから落ちてたもん。そのフォークボールが光ると、あなたのまっすぐはもっと強くなると僕は思います。そんな解説を今日の試合を見てて、ピッチャー陣たちに覚えましたね。はい。さあ、打線の方。今日ね、4対0から1点、1点、2点。最後8回の裏には4点取って、大逆転で勝利してるんですよ。打線のつながりが良かった。とっても良かった。その中で今日猛アピールの選手言わせてください。水野やっぱいい選手やね。今日打ったから言ってるんじゃないんですよ。去年の今頃は水野開幕レギュラーじゃね。水野四国で駅員さんやってました。その彼がプロ野球選手として輝く異色の選手が出てきたね。水野だったでしょ。でもキャンプ終盤オープン戦に入りレベルの高いピッチャーが出てきた時にそーらつまずいた。大きな壁にぶつかった。登竜門ですよね。そこで去年2軍で真摯に頑張り、そして今シーズンも2軍スタートよ。悔しかったと思う。それを晴らす時がやっとやってきたじゃないね。やっとやってきた。ほんで今日は2打数2安打3打点1ホーマー。去年水野の後に上川畑が非常に取り沙汰されて、いい選手みんなが評価が水野から上川畑に移った。同じ同期入団でね。僕ね、水野どうやって野球と向き合ってるかなと思って、去年鎌ヶ谷の僕解説何度かやらせてもらった時に、淡々とことはこなしてましたが猛烈なアピールは少なかったんですよ。これね、否定してるんじゃなくて、どこかで輝こうぜと、どこかで人が忘れないインパクト、爪痕を残そうぜと思ってました。今日はそれに値するんじゃない。悔しい思いを晴らすべく長打とホームラン強いね。やるね。内野手争いすごいね。まあ試合数で言うと上川畑、ほんで水野、石井、上川畑、石井和成、この辺りが試合に出ていて、ほん でルーキーの奈良間が非常に取り上げられる、取り沙汰される。水野悔しかったやろうな。今日の目つきは違ったよ。うん、金髪スーパーサイヤ人に見えたね。そうでなきゃ。他の細川にしかり、他の内野を守る可能性のある選手たちピリピリしてるやんか。 J もね、今日は5打数2安打とヒットこそ打ってます。打点も稼いでます。でもインパクトは満中の方が強かったね。というように解説者はこんな続き方してしまうね。ごめんね。ちゃんと1日1本2本の仕事やってるんですよ。でもエラーしたからどうのこうの言ってしまう。それはキャンプ入ってたらこういうこともある。でもそれで引きずる選手じゃないと思っている。競争が激化している中で、やっぱり野村 J だね、やっぱり満中だね、言われるような成果と結果を今後期待したいと思いますね。開幕カードで当たるイーグルスとの戦い、難しかったと思う戦い方、監督、コーチはじめ選手たちも。でも今できることは、今の仕上がりを存分に発揮してチーム内アピールとチーム力に反映させる、貢献する、それやからね。うん。さあ、そろそろ実戦の大詰めがやってきます。オープン戦入ったらほぼほぼレギュラー陣が決まってくると思うんでね、ファイターズの選手たち、ふるいにかけられてる選手たち、うん、男の意地をかけて頑張ってくださいよ。毎度お気に入り。